はい、今回こちらですね、地獄先生ヌーベイの方ですね。こちら新アニメということで、今回ね2025年に放送が開始するという内容で告知がありました。最近すごいですね、このリメイクだったりとか再アニメだったりとか新しい新シリーズだったりとか、過去のねこう平成の時代の新しい映像技術で蘇るというね展開非常に多いかなと思います。これ本当世代の人も刺さるし、もしくは若い人たちでも今地獄先生ヌーベイ1話っていうのは YouTube で無料で見れたりするので、その流れからもう一度新しいアニメに入るきっかけだったりとか、まあ、いろんなねことがあると思うんですが、本当今年はすごいなと思います。そんな今回なんですけども、地獄先生ヌーベイの新アニメということで、公式サイトだったりとか Twitter だったりとかいろんなところ解説されていったので、その辺の情報をまとめながらどんな形になるのかちょっと考えていこうかなと思います。まあ、いろんな要素を踏まえていくとこういう形になるんではないかなというのもあるので、ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりとか、まあ、ヌーベイのね思い出でもいいのでコメントいただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まずこちら大前提なんですけども、おそらくリメイクではないと思います。新アニメという形となっているので、過去にあった地獄先生ヌーベイ初代の放送とはまた全然別物になると思うんですけれども、あくまでベースというところですね。ヌーベイと5年3組のこの生徒たちが繰り広げる道森小学校を舞台としたりとか、街だったりとか、いろんな幽霊だったりとか悪霊だったりとか、そういうところに関しての物語が新しく作られるっていうのが、まあ間違いないかなと思います。まあ、ちなみに PV の最後の方でね、ヌーベイの鬼の手と、まあ、先祖伝来のね水晶玉である霊水晶に5年3組の主要メンバーたちが全員映ってるんで、ヌーベイを主体としたいろんな物語が進んでいくんではないかなと思います。ただ一個やっぱ懸念点としては、前回があまりにもねこうインパクトが強すぎた、完成度が高すぎるアニメーションだった頃こそ、この新しくなることによってどう生まれ変わるのかっていうところが結構注目できるかなと思います。まあ、主題歌とかもねバリバリ最強ナンバーワンなんてもう何度歌ったか分かりませんし、あのアニメーションの具合だったりとかいろんなところ注目できるかなと思います。ただ一個一番のね問題点としては、やっぱコンプラ的な部分が一番ちょっとそこが気になるかなと思います。一応小学校が舞台とはなっているんですけれども、とても小学生とは思えないようなものがたくさん出てくるので、あの辺に関して規制がかかる可能性は非常に高いんではないかなと思います。そうなってくるとヌーベイの良さっていうところも半減しちゃうんで、ちょっと残念かなと思うんですけど、その辺も注目どころですね。まあ、それでいても何よりこう物語のエピソードだったりとか、本当にこうゾッとするような、今見てもこれはちょっとやばいだろみたいなものもあるので、そういうところはしっかり描いてくださると新アニメとしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、過去のね名作たちが生まれ変わって出てくるという可能性もありますよね。まあ、キャストデーに関してはガラッと変わる可能性は高いんですけれども、せめて奥谷さんだけでもねヌーベイの声優さん続投してほしいなという部分だったりとか、まあ、ユキメだったりとかタマモだったりとか、あの主要のキャラクターたちだけでも残ってほしいなというところです。まあ、小学生であるねことは変わらないと思うんですけれども、声優は変わってくるかもしれませんよね。でちなみになんですけど、地獄先生ヌーベイっていうのは一応今回ね9月号ですね、最強ジャンプ9月号の方に新作読み切りの掲載が決定します。おそらくここが結構鍵となってくると思うんですが、8月発売の本誌の方なんですけれども、地獄先生ヌーベイ百物語見聞録っていうのがあるので、一応これ原作の方枕翔さんと岡野武さんの新しい物語として描かれていくんではないかなと思います。ちなみに伊豆田とかもめちゃくちゃ面白いんでおすすめなんですけれども、まあ、そんな形でいろんなところで地獄先生ヌーベイが今続いている中でいろんなところがミックスしてくるんではないかなと思います。果たしてこの旧作である平成の部分を超えられるのか、もしくは平成の旧作を生かす意味で新アニメとして登場してくるのか、非常に注目できるところかなと思います。最後にこれ原作者の2人ね、枕翔さんと岡野武さんのコメントもあるんで、そこを簡単にピックアップしていこうかなと思います。枕翔さんの本なんですけれども、この令和に新アニメ大変嬉しい限りです。時代も変わりデジタルのアニメ設定も5年3組の子供たちも現代に合わせて変わっていますとあります。設定がもしかしたら変わる可能性があるんですよね。それがあの部分なのかはちょっと分かりませんけれども、まあ、いずれにせよこのヌーベの世界観というところはしっかり引き継がれた上でちょっと変わってくるんではないかなというのが分かります。ファンの皆様、全く新しい構成と変わらぬ魅力をたっぷりのヌーベに大いに期待してくださいということです。で漫画担当している岡野武さんなんですけれども、新アニメ決定万歳やっと言えた、何年も前から動いていた企画なんだと言われています。なのでかなり前から結構制作はされていたのかなという感じです。今までずっと黙っていなくちゃいけなかったのは辛かった、でもこれでやっと大きな声で言えますということで、嬉しいヤッホー楽しみということを言っています。すごいキャラクターも出てていい感じなんですけれども、まあ、つまりどういうことかというと、これ新アニメとして本当ガラッと変わってしまう可能性はあるかもしれませんよね。まあ、それがアニメでどういう形で進化するのかってところは非常に注目どころなんですけれども、まあ、改めてこうヌーベイのね平成の昔の見たくなるなと思ったので、そういう気持ちにさせていただけるだけでも嬉しい限りです。果たして新アニメどんな形になるか、ぜひ皆さんのね予想だったりとか考察等あればコメントお待ちしております。今回は簡単なんですけど以上になります。また見てやってください。さようなら。